前回あの、うん、仲間何人でも連れてこいっておっしゃっていたので言ったね、何人でも連れてこいよとかって、だからこんな並んでんの。そうです、なかなか渋い車ばっかり揃ってるんで ね。これ板場さん車分かりますか？インプレスタこれトヨタの車なんで マジで分からなくないですか？マジで分かんない。何これですか？これはの AE86 とかの後の世代の車で AE111 っていう AE111 これね、あのカローラレビンなんですよ。レビンなの？そう、これレビンなんですよ。あの86からついているカローラレビン、カローラトルノってあるじゃん、はいはい、あれの一番最後の方の車なんです。ああ、そうなんだ。じゃあこのオーナーさんはどっちだ？なかなか堂々の歩きっぷりだった。すごいね、細い春日みたいだったよ。いや、まずね、俺この人ってチームの名前ちゃんと聞けてないんだけど、ここに書いてある、みんなの読んでください。平成カーファンクラブ。そうです。じゃあみんな平成生まれなの？そうです。そうです。おいくつですか、ね、今22です。若いね。あざます。ちょっと乗ってる年式の車と年が合ってないってよく言われます。この車はちなみに何年式ですか？これは平成9年式です。生まれは、平成12年。あらららら、3年。そう、確かに。なんで？あ、フルネットで転がってやめな、転がってないのよ車って走ったら転がるんですけど。いやいや、そういう意味じゃなくて車転がすの転がすじゃないから。まあ、あの僕あの見た目から入っちゃうんで、うんうん、あ、なんかかっこいいなと思って。あ、そっか、ビジュアルがかっこよかったんだね、デザインが。で、買って乗ってみたら、うん、速いし、うん、音も最高なんですよ。見た目なんですけど、はい、ちょっと結構ノーマルと違くて、うん、バンパーとサイドステップは、ボメックスっていうエアロメーカーさんの、はい、をつけてます。ちょっとしたポイントで、はい、実はテールとヘッドランプはトレノのやつを、黒なんですよ、中が。本当はレビンはこれが銀色っていうかシルバー色なんですよ。ただ中のトレノの黒組の方が得意なっていうんで計算しちゃいました。トレノは全く形違うの？一緒です。じゃあトレノでよかった。実際弾がトレノがめちゃくちゃ少ないっていうのがあって、レビンの方が弾数はやっぱ市場の中では多かった。そうなんだ。手に入れるってなるとレビンの方が手に出やすい。ああ、なるほどね。僕らの世代だともう純正で乗りたくなるじゃん。うんうん。だけどもうやっぱり若い世代の子はもうとにかくパーツをつけて車をいじることを楽しんでるっていう感じですよね。フェンダーなんかこう膨らんじゃってますから、ね、これはどうなってこれどういう状況？もう無理やりこう引っ張り出して。えこっちはバールみたいなのがグイグイってやったの？実際はちゃんとした板金屋さんでやってる。でも前とか結構そうやってやってるでしょ。じゃあちょっと自慢のエンジン音いいですか、写真いただいて。ぜひお願いします。おお、すごい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 。おお、いいね。ちょっと待って、 GTR 乗りたいじゃんやっぱり夢は高くて、値段も現実も高い。じゃあ今日これで対決するの？俺もどっか。あのどれかと。ああ、そういうことね。分かった分かった。じゃあ次の資格呼んでもらってもいいですか？はい。